はい、ね、またさ、ニュースの話でね、食品偽造の話長いよね。で、昨日もやっててさ、で、あれ見ててね、思うんだけど、物事さ、まあいろいろ考え方あるよね。でさ、その中でね、食品の偽造のさ、話ってあるじゃん。あれさ、ほら、本末転倒のね、こともいろいろあるんだけども、僕は思うんだけどね、例えばさ、ね、どこどこの何々豚を使いましたとかさ、どこどこの何々牛を使いましたとか言って、で、店で出すよね。で、こう、ああいうなんかブランドのさ、ホテルで出すじゃん。そうさ、それをまともに受けてね、食べた時にさ、美味しいと思ったのか、まずいとか思ったのかなんだけども、本来はそこだよな。ひょっとして本物がさ、美味しいとも限らなくて、で、じゃあ偽物だからまずいとも限らないわけだな。だけど、問題はね、本物が分からなくなるってことなわけじゃん。で、そこに問題があってね、前もうちでね、ほら、お米をさ、なんだっけ、ほら、CF1 でね、まあ、これ結構うちで損しちゃってんだけど、お米のね、CF1 で、買った人のね、配当をさ、ね、お米で出すって言ったら、なんか源泉所得をうちで持たなきゃいけなくて、ね、予想配当が 4% のはずがさ、なんか 6% 近くになっちゃって、なんか、損してるんだけど、まあ、それはしょうがない、会社で約束したからって言ってさ、その後はもう募集しないで今やってんだけども、その時にね、ほら、なんだっけ、秋田の方のね、だったかの米をさ、なんだけど、美味しい時もあればまずい時もあるわけよ。そうすると、それは本物のはずなんだけども、要するに、美味しい時とまずい時があって、それは管理の問題かな。ね、いろんな問題がこういろいろあるんだよねっていうことになると、今度さ、クオリティがね、一定じゃないんですよ。で、それで、まあ、しょうがないんで、まあ、何ヶ月かでやめて、で、結局生産農家でお願いしてね、今は、新潟のさ、コシヒカリ頼んでるわけ。これ毎回、もう僕もね、送ってきてもらってるから、まあ、僕自身も買ってるから、あとまたうちのホテルも買ってね、出してるわけだ。毎回美味しいんですよ。そうすると、あ、本当のさ、コシヒカリってこういう味なんだってことがわかるわけじゃん。そうすると、それと比べて、どこどこのお米が美味しいとかまずいとかいうのはできてくるんだけど、そもそもさ、ね、コシヒカリのさ、産地のね、生産できてる分量の10倍以上がさ、コシヒカリとして売られてるわけじゃん。で、それは、ね、その小麦を混ぜてるのかどうかわからないけども、それも、正直言ってさ、偽装の問題がいっぱい出てるよね。これさ、突き詰めてみると、要するに本物か偽物かの違いなんだ。でさ、ね、で、例えばさ、今回ね、ホテルなんか結構叩かれてるけども、ね、要するに、さ、僕思うんだけど、別にさ、確かに悪いことは悪いよ。だけど、申し訳ないくて謝らなきゃいけないのは、その生産者に謝らなきゃいけないのと、あと消費者に謝る必要もあるんだけど、ここがさ、よくあるのが、詐欺事件であるじゃん。ね、要するに、詐欺をする、ね、で、僕たちも詐欺の事件結構扱っててさ、ね、要するにさ、訴えたところで、詐欺として立証するの難しいんだよね。それ何かっていうと、要するにさ、まあ、今回も、ね、社長がいろんなこと言ってるけど、あれはさ、要するに自分たちはそういう意図がなかった、ね、そういうつもりじゃなかったっていうと、詐欺じゃなくなっちゃうんですよ。で、食品も提供してるじゃん。だから、ね、要するにお金取って提供しなかったらこれ詐欺だけど、お金取って提供してる中が、それが正しい正しくないって話になると、これ詐欺じゃなくて、ね、ある意味、いわゆるさ、まあ、ご表示とかいうことをね、今言ってると、あれ法律と照らし合わせるとそういうことになっちゃうんだ。だけどさ、問題は倫理的な問題なのかさ、道徳的な問題なのかな、なんだよね。でさ、僕ね、そこのところが一番重要なのは、人の考え方だと思うんですよ。例えば、ね、この間もさ、ね、セミナーやった時に、ね、場外馬券場のところにね、いっぱい人がいるんだよね。でさ、ここでさ、まあ、競馬がさ、結構楽しんでる人だったら、別にその、ね、競馬中継見てさ、っていうこともあるだろうけども、ただ、その、まあ、ギャンブルに徹してるわけだよね。そうさ、あの人たちってさ、誰も幸せに見えないわけ。でも本人たち幸せと思ってるわけじゃん。でそれはさ、非難することじゃないくて、まあ、それは、彼らは彼なりの考え方でやってるし、パチンコ屋さんもね、やってる人たちもさ、パチンコ行ってね、僕は、ね、要するに、何のためにこんなことしてるのかなと思うんだけども、でもさ、それ楽しむ人がいれば、楽しまない。で、それを見てさ、バカバカしいと思う人もいるわけじゃん。でそれで、ね、個人の判断っていうのは何かっていうとね、この根底にあるさ、物事の考え方なんですよ。
でね、僕もね、学生時代とかからさ、まあ、ずっといろんなことやっててね、でいろんなとこにいろんなとこ行ってさ、いろんな人の考え方もね、こう垣間見るんだけども、ね、要するにさ、アルバイトに行く、ね、先ってさ、ほとんどがさ、なんか働いてる人っていうのは、そこの環境の中の要するに人たちだな。で要するに、例えばさ、ね、時給いくらの話をねする人たちがさ、ね、給料が安いって、これ永遠に給料安いんですよ。なんでかというと時給いくらで働いてたらずっと永遠に給料安いに決まってるわけで、そういうさ中でね、いろんなさ、そのなんていうかな、不平不満言うんだよね。でその不平不満を言う人たちの多くはさ、自分たちで改善しないってこと。だから物事の考え方は誰かが何かやってくれるでしょっていう物事の根底にあって、で結果的には自分たちで何かをしないっていう、ね、だから結果的に自分たちの給料上がらないっていう環境がさ、本人たちが気が付いてないわけでさ、もういろんなこと言うんだよ。でさ、僕ねずっとアルバイトしながらね見てきたけども、あ、この物事をさ、そういう考える人たちの根底にあるものってなんだろうと思うわけで、それは何かっていうとね、そう言っちゃなんだけども、物事ってさ、人の考え方にね、いろんなそのなんかエッセンスがあってね、その中で最終的には居心地のいいところに人間っていうのは収まるわけだ。だから人の悪口言ってる人たちが、人の悪口言ってる人が入って、で人の悪口言うことが楽しんでる人たちっていうのは、これね、実はさ、悪口言ってるとバカじゃないかなと俺は思うんだけども、でもこの中にいる人たちはそれが楽しいわけね、だからそういう環境になっちゃうわけだから、例えばね、今回ね、宅建の試験なんかあるじゃん。で、ね、世の中にはさ、免許なんかなんなとる人だよいう人がいるわけで、それはそれでこの人を非難するんじゃなくて、でもこの人の考え方の環境っていうのはそういう考え方の環境でしかないわけだから、結果的にはね、一つの一定の要するに、レベルから上に行けないんですよ。物事ってそうじゃん。例えば仕事しててもね、自分たちがね、じゃあこれじゃダメだいつも思ってるわけ。俺もそうだ。今この会社、ね、このままでいいと思ってないわけで、それをさ、じゃあ今度どうしようああしようね、全部今ね、具体的に何をどうするかってことを考えて進んでるわけで、それでさ、自分でできないものは人に頼むこともあるし、あとはね、マニュアルについてね、要するに、もともとに根底的に間違いがあったから、でこれはこのままじゃまずいなと思うから、今マニュアル自分で僕はね構成してますよ。でそれは何かっていうと、ここのマニュアルのエッセンスの中に間違いが生じたら、最終的にはね、これ経営者の責任なんですよ。だから経営者がチェックしなければ、経営者が、ま、要するにその誤りを正さなければ、それは経営者がこのレベルに物事を要するに容認してしまったってことになっちゃうわけ。だから僕は厳しいこともね言うこともあるけれども、それは何かっていうと、考え方それ違くないですかってこと、ね、要するにそれはいつも僕はね思ってるんだけど、物事の考え方っていうのはこの人それぞれ固有に違うわけだけど、うちの会社にいる限りはこのうちの会社の中の考え方で統一してもらいたいと思ってるわけだから、まあね、朝ね毎日さね、最近は読むようになってますけども、あれこれね僕20年間同じこと言ってるわけね、不動産を通じて社会貢献で出しますよ、ね、であとは、ね、項目として、ね、8項目ね あるんだけども、これもさ、ね、僕はもう20年近くこれ前の前職の時から同じ考え方で来てるわけで、それはね、いちいちさ物事の考え方の根底っていうのはね変わらないですよ。でその中で僕思うんだけどね、会社の中にっていうのは、会社って社会の中にあるわけだね。でもさ、社会の考え方が会社の中に反映されてきて、会社がダメになっちゃうってこともあるね。それは例えば上場企業なんかそうだね、今苦労してんじゃん。あれなんでかって言ったら、ね、会社は株主のもんだって言ってるわけ、ね、それで株主の利益が優先するんだ言うんじゃん。でもね、会社はお客さんの利益を優先するのは当たり前なのに、なんだか知らないけどわけわかんないやつがそんなこと言い出すわけじゃん。でそれが要するにさ、根底になって、で M&A とかいろいろ今度どんどんやってって、でその中でさ、全く異質の考え方の人たちが、ね、同じ会社になった途端に崩壊するじゃんってこと。今のね、なんだっけ、みずほ銀行か、あれ第一勧銀とさ富士銀行、あ、無理じゃんそんなの、ね、あとね、なんだっけ、三菱銀行とさ沢銀行、全く無理じゃん、考え方もともと違うのに合併してんだからさ、そりゃ何らかの形でいろんな形でさ歪みが出てくるよね。でそれはね、何かっていうと、社会が会社の考え方を変えちゃったってことなんですよ。
だから僕たちは少なくとも社会の環境から自分たちの考え方を変えさせられなくていいわけだから、だから自分たちの考え方をまずやりましょう、ね。昨日言った通り僕は、ね、うちの会社の中で要するに後継者を育っていきたいと思ってるわけだから、自分の身内を後継者に育てようと思ってないわけ、ね。だから自分たちの子供たちをうちの会社に入れてくれていいんですよ。そしたらその考え方をずっと継承してもらいたいわけ。なんでかって言ったら、ね、要するに、10年20年でうちの会社潰すわけいかないから、ね、これ僕が、ね、要するに何かあった時には、ね、このまんま会社が機能しなきゃいけないわけじゃん。でそれは何かって言ったら一番大事なことはね、考え方を継承してくれることが重要ですよってことなわけね。だいろんな手法とかいろんな戦術とかいろんな作戦はあるよね。だけど根底にあるこのカスタマーフォーカスっていうね、物事の考え方を変えてもらっちゃ困るわけ、ね。で今ちょっとねこれ日めくりカレンダー作ったんですよ、ね。ちょっと時間がなくなっちゃったからさ、この話しようと思ったんだけど、これね例のバカに効く薬のさ中に入ってるコメントに少しね僕が公平な考え方をね書いたやつなんだ。でこれ一応ね社員には配ろうと思ってるわけで、会社ではね売ろうと思ってるよで、っていうのは利益はねお客さんのためにあるんでね、要するに自分たちのねコストをやっぱお客さんに持ってもらわなきゃいけないから、でこれは売るつもりでいくんだけども、でもね俺思うんだけど、このね物事の根底にある考え方は要するにね、なるべくこうさ、ね、正しいとか正しくないじゃないですよ。ただ僕もね、要するにガキの頃からいろんな環境の中で過ごしてきて、で考え方の中で、あこれ間違えてるな、ね、ほとんどが間違えてる考え方なんだよ、ね。でその中で俺はこれがいいんじゃないかな思う考え方のがあって、でそれを今まとめてるわけだ。でこれも毎年毎年これからね、いろんなものを考えていくんだけども、問題はね、人間一番大事なことはね、考え方ですよ。でそれが集合体が会社の考え方になるから、その会社の考え方が間違いなければ多分会社はね成長するわけだけどさ、個人の考え方が間違えていくとこれ会社全体がダメになるじゃん。だからいかにね立派な経営者の人たちがね いたり、ね、もしくはね立派な経営者を真似て立派なこと言う人いるんだけど、それはね法律的に見てれば分かることだ、ね。要するに基本的にこのやり方が正しいのか正しくないのか、ね、それは、ね、何かっていうと、ね、人間裏側になってみないとわからないってこと。だからある意味ではその人の根底的な考え方っていうのが一番重要だから、これはね考え方いつもそうなんだけど、楽な方に楽な方に人間は行っちゃうんですよ。だけどそこをね自分を制するだけの、その基本的なさね、モチベーションとか考え方がないと人は流されちゃうよってことね、まあ、ぜひそこはね気をつけて、ね、仕事してもらいたいと思うね。お願いします。以上。